日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は日本に住むために必要な日本語について。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？皆さんは日本語の勉強をしていますね。そしてその中にはいろいろな目的がある人がいますね。目的、目標、ね、何のために日本語を勉強しているか、人によって違うと思います。日本に旅行に行くため、ね、旅行をするため、ね、観光旅行、ね、観光ですね、のためとか、日本が好きだから日本語のいろいろなコンテンツを見たい、読みたい、聞きたい、ね、漫画が好き、アニメが好き、ゲームが好き、本が好き、映画が好き、まあそのために日本語を勉強している人もたくさんいます。あとは日本に住みたい人、日本に住みたい人ですね、日本で日本語の勉強をしたい、ね、日本語の学校に行きたい、日本語学校に行きたいとか、日本で大学に行きたい、大学で勉強したいとか、日本で仕事をしたい、ね、仕事をしたい人とか、あとは日本人と結婚して日本に住みたい人、ね、日本人のボーイフレンドやガールフレンドがいる人、ね、まあ、いろいろな理由があります。で、日本に住みたい人、日本に住みたい人はじゃあどういう日本語が必要か、ね、それを今回から少し話したいと思います。まず今日はですね、引っ越しですね。まずは引っ越さないといけない、引っ越す、ムービングですね。引っ越しをする、引っ越しはまず家を探さなければいけないですね。部屋を探さなければいけないです。そこで不動産屋にコンタクトを取らなくてはいけない。不動産屋を見つけないといけない、はい、不動産屋というのはリアルエステートエージェンシーですね。不動産屋、はい、これが今日の大事な単語です。不動産屋に行かなければいけません、はい、不動産屋覚えてくださいね。不動産屋、はい、次回からもう少し、日本に住むための、まあ、日本語についてですね、話したいと思います。それではチャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね、またね。